今週の競馬予想のお時間です。このチャンネルでは競馬の予想をしていきます。今回の動画の内容はこちら。フェブラリーステークスの注目馬の紹介、レース展開やコースの特徴、私の解明、現在の回収率の発表になります。では始めていきましょう。早速フェブラリーステークスで気になっている馬を発表していきます。まず1頭目は献身校です。6歳の牡馬で負担重量は 58kg です。前走は根岸ステークスで6着に入っています。直近4レースで1回しか3着以内に入っていないので、穴馬として気になっているのかしら。献身校かオーベルニュか迷っています。献身校の方が若いですね。距離適性はあると思いますし、前方でレースできれば問題ないと思います。最近のレースでは後方からのレースが多いけど、今回は前に出れるといいわね。内枠だと有利かもしれないわね。ポイントは距離適性があることね。前方でレースできると結果が出せるかもね。不安要素は3着内率が低いことね。以上、献身校でした。2頭目はどの馬かしら。2頭目は湘南なでしこです。湘南なでしこは6歳の牝馬で負担重量は 56kg です。前走は東京大賞典で6着になっています。直近ではクイーン賞で3着、 JDC レディスクラシックで3着、レディスプレリュードで3着になっていて、3着内率が高いです。最近は地方競馬で結果を残しているのね。去年は東京大賞典以外のレース全てで3着以内に入っているのね。牝馬で負担重量が軽いのもいいですね。前方でレースすることが多いので、ラトで有利になると思います。 1600m と 1800m のレースの出走することが多く、結果も残しているので距離適性もあると思います。ポイントは距離適性があることと3着内率が高いことね。不安要素としては中央競馬で出走するのは久しぶりなことね。以上、湘南なでしこでした。3頭目はどの馬かしら。3頭目はスピーディキックです。スピーディキックは4歳の牝馬で負担重量は 56kg になります。前走の東京シンデレラマイルでは1着になっています。さっきの湘南なでしこと同じで、この馬も地方競馬で活躍しているのね。そうですね。ただ3着内率は非常に高いです。去年は6回出走して、その全てで3着以内に入っています。それも 1600m 以上のレースでの結果だから、距離適性もあるというわけね。4歳で若いのと負担重量が 56kg で軽いのもいいですね。前走から2ヶ月以上経っていて、休養も十分だと思います。ポイントは3着内率が高く、距離適性もあることと4歳で若いことね。不安要素は中央競馬に出走したことがないことね。以上、スピーディキックでした。4頭目はどの馬かしら。4頭目は名勝ハリオです。名勝ハリオは6歳の牡馬で負担重量は 58kg になります。前走の東京大賞典では3着になっています。最近は地方競馬で出走していますが、直近4レースで3回3着以内に入っています。その3レースも 1900m と 2000m ですので、距離適性もあると思います。このレース地方競馬で走ってた馬多くないかしら。確かに最近は地方競馬に出走していますが、4走前は中央競馬の平安ステークスに出走して3着に入っています。前走から2ヶ月以上経っていますし、問題ないでしょう。前走の東京大賞典はグレードとしては G1 だし、そのレースで3着になっているから問題なさそうね。ポイントは距離適性があることと3着内率が高いことね。不安要素は特になさそうね。以上、名勝ハリオでした。最後の5頭目はどの馬かしら。5頭目はドライスタートです。ドライスタートは4歳の牡馬で負担重量は 58kg になります。前走のスバルステークスでは2着になっています。新馬戦から6回出走していて、5回2着以内に入っています。普段は 1600m 以下で走ることが多く、距離適性が不安ですね。前走は 1400m だけど、 200m くらい問題ないんじゃない。東京競馬場のダートには2回出走していて、2回とも1着になっているので、東京競馬場のレースが得意かもしれません。4歳馬で若く、前走から1ヶ月以上空いていて、休養もできていると思います。ただ中央競馬の重賞に出走していないのは不安ね。ポイントは3着内率が高いことと4歳馬で若いことね。不安要素は G1 に出走したことがないことね。フェブラリーステークスではドライスタートを本命にしていきます。以上、フェブラリーステークスの気になる馬5戦でした。ところでフェブラリーステークスってどんなレースなのかしら。東京競馬場開催のダートで行われる 1600m のレースです。今回16頭出走します。東京競馬場ですので、最後の直線が長く、後方の馬が追い上げやすいと思います。その反面、
ダートなので前方でレースする馬がそのままゴールしやすいとも思います。このレースは4歳以上のレースなので若い馬の方が有利になると思います。過去のレース結果を見ると大外と最内の馬は3着以内に入っていないので予想から外した方が良さそうですね。あとは前走が G1 だった馬が有利な傾向にあります。今年初めての G1 のレースね。フェブラリーステークスについては分かったわ。レース展開の予想を教えてくれるかしら。ではレース展開の予想もしていきましょう。スタート直後、アドマイヤアルプス、ケイアイタコイズ、湘南なでしこ、ヘリオスが逃げると思います。その後にレモンポップ、ドライスタウト、名称ハリオといった中段の馬がいて、最後に献身コーが追いかける展開になると思います。本命のドライスタウトは中段からのレースになると予想するのね。ダートだから先行馬が有利といいのは無視するのね。確かにこのレースは前方でレースする馬が有利だと思いますが、東京競馬場は最後の直線が長いので追い上げる時間はあると思います。先行すると予想しているアドマイヤアルプス、ケイアイタコイズ、ヘリオスは前走からあまり時間が経っていないため厳しいと思います。先行している馬がバテたところに中段後方の馬が押し上げてくると思うのね。そうですね。湘南なでしこは逃げてほしいですけど、気になる他の4頭が追い上げてきてくれると嬉しいですね。レース展開の予想は分かったわ。今回買い目はどうするのかしら。私は今回もワイドにします。4番ドライスタートを軸に他の馬4頭のワイドで4通りですね。今まで3連複で1頭だけ外すことが多かったからいいかもしれないわね。もう少し買い目を絞らないの？オッズが低くて取り紙になりそうな時は3番献身校、9番湘南なでしこを外して3頭でボックスにします。3頭ボックスで3通りね。オッズ3倍くらいにはなるんじゃないかしら。決まりは今回どうするの？私はいつも通り3連単にするわ。4番ドライスタウトと9番名称ハリオを1着にして2着は気になった馬ごと、3着は4番ドライスタウトと9番名称ハリオ以外の3頭と5番オーベルニュを入れた4頭にするわ。このフォーメーションで26通りね。オーベルニュを入れるんですね。3着で大丈夫でしょうか？2着にも入れて1着予想の2頭を2着から外すことで買い目を減らそうかしら。それが裏目に出ないといいですね。おすすめの買い目があればコメント欄で教えてください。以上が今回のフェブラリーステークスに関する内容です。ここからは少し前回のレースを振り返っていこうかしら。前回予想した京都記念の結果を振り返っていきましょう。私たちの買い目はこちら。どうしてこの買い目になったか気になった方は概要欄から前回の動画も見てくれると嬉しいです。京都記念のレース結果はこうなりました。1着12番ドーデュス、2着1番マテンローレオ、3着8番プラダリア。本命の12番ドーデュスは1着でした。惜しかったわね。プラダリアは分からなかったわ。来ないと思っていたキングオブドラゴンが4着になっているし危なかったわね。3番インマイティは6着、11番インプレスは11着でした。紬は3連複からワイドに買い目を変更したおかげで当たってるわね。ワイドにしてはそれなりのオッズだと思いますが、買い目を絞らなかったのでギリギリ取り紙回避ですね。この結果を含め現在の回収率を発表していきます。前回は当たったので若干累計回収率が上昇しています。よかったじゃない。私は下がり続けてるわ。一発逆転狙いですものね。頑張ってください。今回ワイドに変更したことで当たりましたが、オッズを考えるともう少し買い目を絞った方が良さそうですね。2、3通りくらいがいいわね。そうですね。まあしばらくは様子見しましょう。では今回はこの辺にしようかしら。そうですね。参考になったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。参考にならなかったよという方も面白いと思ってくれたらチャンネル登録してくれると嬉しいわ。フェブラリーステックスは当たるといいな。次回予告、フェブラリーステックスの本命は4番ドライスタウト。今年初めての G1 での結果はどうなるのか。地方競馬で走っていた馬が多い今回のレース、前回ライドで的中したカスカベ紬、今回はどうなる。今まで通り3連単で一発逆転を狙うメインに決まり、買い目継続で大丈夫か。ところで次回の予想はどうする。 G1 は一旦お預け、次回中山記念。また来週。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。